火山は、ロシア連邦を、タタールスタン共和国の首都。ロシア語名に沿って、カザにとも言う。ボルガ川と、火山カ川の合流点に望む、商工業都市で、水上、陸上交通の要衝。タタール文化の中心であり、火山クレムリンをはじめとする多くの文化遺産や、火山大学などの教育機関が集積している。イスラム教とキリスト教が混在しており、 多文化、多宗教な都市である。火山の人口は約120万人で、ロシア国内で10市に入る規模の大都市である。モスクワからは東へ 800km。火山という地名の由来は定かでない。タタール語で火山とは、文字通りには、ボイラー、大鍋という意味である。タタール語で溝を掘るという意味の、コスゲンから転じた可能性もある。また、火山とはもともと、 中華鍋のように大きく、より重くより頑丈な、ある種の大鍋を指す言葉だった。火山の街は、有字型の低地の底に位置するため、こうした地形との共通点から大鍋に由来する、地名がついたとも考えられている。よりロマンチックな地名説話もある。タタールの王女であったスユユンビケは、金でできた大皿を洗っていた時に川に落とし、その地に、 現在の火山が建っているという。さらに、チュバシ人の伝説には、ブルガール人の王子であるフサンが登場しており、フサン王子の名にちなんで、チュバシ人は火山のことを、フサンと呼ぶとされる。火山クレムリン11世紀初頭に、ボルガブルガールによって建設された。15世紀には、火山半国の首都として栄えたが、1552年火山は、今日本勢に占領される。 破壊された火山半国の城塞の後には火山クレムリンが建設された。1708年に火山半国が廃止され火山はロシア帝国の地方都市火山県の県都となった。1774年プガチョフの乱で破壊された。20世紀になり火山はタタール文化の中心都市として復興した。ロシア革命後の1920年。 タタール自治共和国の首都となる。第二次世界大戦中は、疎開により、各種の工場が移転してきており、工業が発展している。1930年代から1970年代にかけて、都市改造が行われた。2005年には、県と千年を記念して様々な祭典が模様され、地下鉄が開業した。市内に広がる。 カバンコ火山の初期の歴史については、記録が乏しいため、火山は、ボルガ・ブルガールが中世に気づいたのか、あるいはジョチウルスのタタール人が15世紀半ばに気づいたのか、という論争が長い間続いている。この論争の背景には、ボルガ流域の民族のアイデンティティをめぐる問題がある。もしこの地に、ブルガール人の都市があったとすれば、 火山の歴史は11世紀初期から13世紀末期に遡ることになる。ボルガブルガールにとってこの地はフィンウゴル系民族との境界であった。もう一つ論争となっているのは火山の城塞はもともとどの場所に作られたかである。考古学者による発掘は火山市内の3カ所に集落の跡を発見してきた。ボルガ川と火山下川の合流点にある 現在のクレムリの内部、クレムリからは、火山下側を挟んで対岸にあたるジランタウノークレムリの南の市街地中心部にある、カバンコの近くの3カ所である。うち最も古い集落跡は、クレムリ内部のもので11世紀に遡る。11世紀から12世紀にかけて、火山の前を流れるボルバ川は、スカンジナビアから、ペルシャ方面やギリシャ方面へ向かう交易路であり、 火山はその水路を守る砦だった可能性がある。また、交易拠点であった可能性、この地方に入植してきた、ブルガール人の大きな都市があった可能性もある。ただし、ブルガール人の首都は、当時は遥か南のブルガールにあり、火山周辺は彼らにとって辺境であった。13世紀前半、モンゴルの襲来で、ブルガール及びビリアルと言った。 ブルガール人の都市はことごとく廃墟と化し、北の火山に逃れる人が増えた。ブルガール人は、ジョチウルスの支配下に入り、火山は、ブルガール人の諸公国の一つの中心になった。やがてブルガール人は、タタール化して行き、ブルガール人の諸公国も、タタール人が行為を散脱する事態も生まれた。タタール人の中には、 ビータウタスに招兵されてリトアニア大公国へ向かった。ものもおり、火山のようなタタール人の地にも、リトアニアの影響力が及ぶようになった。ジョチウルスの中央政権が崩壊に向かっていた1438年頃、ハーンの地位をめぐる争いに敗れたウルグムハンマドは、サライから北に逃れて、火山に至り、火山反国を樹立した。この時期に城塞が再構成され、 カバンコから、城塞の下の火山下側までを南北に結ぶ、ボラク運河も掘り直された。掘りにもなる、運河建設により火山の城塞は守備力を増し、内部には、宮殿や邸宅、クルイコールシャーモスクなどが築かれた。火山の大バザールであるタシュアイクはこの地方で最も、重要な交易の中心地となり、特に工芸の伝統を生かした、家具取引や、 ロシアと中東を結ぶ交易で栄えた。また火山藩国滅亡直前の16世紀半ばには、スユユンビケ女王を中心とした宮廷に、イスラム文化が花開いた。ロシア人は、火山藩国の内紛に何度も介入し、何度も火山を攻め市街地を占領したが、1552年の火山陥落以前は、占領が長続きしたことが一度もなく、 撤退を余儀なくされていた。ロシアによる火山の陥落1552年の9月から10月、ロシアツァーリ国のイバニオン世は15万の兵力で火山を包囲し、砲撃と工場戦の末、ついに火山を占領して火山反国を屈服させた。住民の多くは虐殺され、市街地も城塞もすべて破壊された。 火山陥落の功労者でもある将軍、アレクサンドル・ゴルバーチー・シュイスキーが火山総督となると、韓国時代からのタタール人住民は殺されたり、鎮圧されたり、キリスト教への改修を迫られたりした。タタール人は、結果的に、火山を追放されて 50km 離れた場所に移住させられ、代わりに、ロシア人のノーミニア兵士が入植させられた。大土地所有者であった。 タタール人貴族や大きなモスクも滅ぼされるか追放され、代わりにロシア人が大地主となった。16世紀後半にエルモゲンが火山大主教となった時期の政教化政策もモスクやマドラサに打撃を与えた。一方でタタール人兵士や貴族の中にはロシアに仕えて独自の地位を18世紀まで保持した者もいたが、彼らも城内に住むことはできず、 死壁の外側の集落に住んだ。後には、タタール人の商人や、職人もここに住み、タタール人街を形成した。プスコフからの職人たちが呼ばれ、火山の上塞後に、現在の火山クレムリンが建設された。火山の生真女の遺恨火山では何度も大火災が起きて、市街地が破壊された。1579年の大火の後には、 火山の生信条の遺根が市内の地下から発見されている。この遺根は後に神聖なものとされ、モスクワやサンクトペテルブルクをはじめロシア国内各地に火山の生信条遺根に捧げられた火山大聖堂が建てられている。ボリス・ゴドゥノフがザーリになった時代、ロシアが大動乱と呼ばれる内戦と混乱に落ち込むと一時的に火山半国は独立を取り戻すが、 1612年に、九島まみにの国民軍により鎮圧された。火山火山庁が管轄していた、火山藩国は1708年には、正式に廃止され、火山県が代わりに置かれて火山がその県ととなり、火山クレムリン内には、知事皇帝、行行御殿軍司令官官舎など行政、軍事、宗教の中枢が立ち並んだ。ピョートル一世の火山訪問後、 ロシア海軍のカスピ海艦隊の造船所が火山に建設されることになった。プーシキン以前の大詩人であるガブリーラ・ロマーノビチ、デルジャービンは1743年にタタールの末裔である貧しい豪子の息子として火山に生まれた。デルジャービン自身はロシア人としてのアイデンティティを持ち、ロシア文学の歴史に大きく貢献している。 エカチェリーナ2世の時代にあたる1774年7月12日、火山はドンコサックのエメリアン・プガチョフが率いる農民や辺境守備兵らの反乱軍によって包囲され、皇帝軍は破れ主街地は破壊、略奪された。しかし火山クレムリンは陥落せず、その日の夕方に皇帝軍の増援が到着し、7月13日から15日にかけての戦いで、 プガチョフの軍は大敗を喫した。これがプガチョフの乱の転換点になった火山の戦いである。エカチェリーナ2世は火山市街を再建し、同時にそれまで禁じられていたモスク建設を許可した。マルジャーニーモスクがこの時に建設された最初のモスクである。タタール人商人もエカチェリーナ2世の庇護の下で活動を活発にし、ロシアと 中央アジア間での小取引を掌握した。タタール商人の中心の一つである火山は、物資の集散地として栄えた。しかしタタール人の文化や宗教に対する抑圧は、なおも続いた。19世紀の火山の地図。ソ連時代のボルガ川のダム建設により、川幅はこの時よりも大きくなっている19世紀諸島、アレクサンドル・ウィッセイは、 火山大学と印刷所を火山に創設した。1801年は火山で最初にクルアーンが印刷された年で、火山はロシアにおける東洋学研究の拠点となった。19世紀末までに火山はボルガ中流の産業の中心に発展し、周囲の農村から食を求める人々が火山に集まった。1875年には馬車鉄道が市内を走り、 1899年に市電が開通した。一方で、クリミア半島に始まったムスリム知識人の改革運動、ジャディード運動も火山に達し、火山はロシアにおけるイスラームの復興運動や改革運動、政治運動の拠点ともなった。1905年のロシア第一革命以後、ようやくタタール人は火山を タタール文化の中心として復興させることを許された。タタール劇場にタタール語新聞もこの時に出現した。ミールサイトスルタンガリエフのようなムスリム社会主義者も活動し、1920年代初頭までソ連の政治において大きな役割を果たした。1917年8月14日には火山火薬工場で火災が発生し、 爆発も起こりしないに被害が広がった。工場は完全に破壊され火は24日まで消えなかった。ロシア革命後のロシア内戦では、1918年にタタール人らにより、イデルーラル国が火山を首都として樹立されたが、間もなく、ボルシェビキ軍により滅ぼされた。1918年8月には、チェコ軍団が火山を占領している。1920年、 タタール自治ソビエト社会主義共和国が火山を中心に建設された。上空からの火山の夜景1920年代から1930年代にかけて火山は重工業の拠点となったが同時に多くのモスクや聖堂が破壊された。第一次世界大戦後国際的な孤児となったドイツの軍部は同じく共産主義国家として 国際的に認められないソビエト連邦と秘密協定を結び火山に戦車の開発訓練基地を設け赤軍と共にベルサイユ条約が禁止する戦車の研究開発を1933年まで継続したこれはナチス体制下のドイツ国防軍の急速な軍備拡大の趣旨となっている第二次世界大戦ではロシア西部から 多くの工場が火山へも避難しており、軍需産業の中心となって、戦車や戦闘機などの製造が行われた。火山は、戦後も、軍需産業や重工業の中心となり、爆発的に人口が増加し、アパートが立ち並ぶようになった。1980年代末から1990年代、ペレストロイカとソビエト連邦の崩壊により、 火山は再びタタール文化の復興を見たが、一方でタタールスタンの独立宣言により、ロシア連邦とタタール分離主義者との間の緊張も発生した。2000年より市内は大規模な修復作業が進行した。特に火山クレムリンでは、1552年の火山陥落で破壊されたクルイコールシャーモスクと1562年に 完成したものの1930年にソ連当局により破壊された精神上副音大聖堂の双方が再建された。2005年7月29日には火山下側に架か,かる長さ831メートルのシャバリ橋、ミレニアム橋が開通し、同年8月27日には地下鉄も開業した。これらは2005年の火山県と1000年に合わせた大事業であった。 しかし、県と千年の年号は、恣意的に決められた部分もある。火山は、湿潤な大陸性気候の都市である。欠片の気候区分では、寒帯湿潤気候に属し、長く寒い冬と暑く乾燥した夏が、特徴になっている。一年で最も暑い7月の平均気温は20.2度になり、しばしば30度を超える。最も寒い1月の平均気温は、 マイナス10.8度で、時に、気温は、マイナス30度以下まで冷え込むこともあり、過去には、マイナス46.8度を記録している。火山の全宗教人院火山の生新庄修道院。以降、火山の生新助が発見された地に建てられ、1904年に、盗難され行方不明になるまで、火山の生新助が収められていた市で一番多い、民族は、 タタール人で人口の52%と過半を占める。次に多いのは人口の43%を占めるロシア人である。少数派の民族にはチュバシ人、ウクライナ人、アゼルバイジャン人、ユダヤ人などがいる。ゾルタンモスク主な宗教はイスラム教寸に派と正教会。無神論者も少なからずいる。少数派の宗教はカトリック教会。 プロテスタント、ユダヤ教、クリシュナ教、バハイ教など、ロシア語とタタール語が市内で広く使用されている。ロシア語はタタール人の高齢層以外、市民のほぼすべての人口が理解できる。タタール語は主にタタール人の間で話される。自分たちの文化や言語を恥ずかしがるタタール人のことはマンコートと呼ばれ攻撃されている。 2009年1月1日現在で、市域内の人口は113万717人と、ロシア第7位だった。火山半国の都であった1550年頃は5万人を数える大都市だったが、モスクワ国家により征服された後の1557年には7000人に減少したとみられる。しかし1800年頃には4万人程度に回復し、 19世紀後半には人口が伸び1897年に13万人に達した。ロシア革命の年である1917年には人口は20万6600人であったが、その後の内戦と混乱で1926年には17万9000人に減っていた。しかし、重工業化などで人口は爆発的に伸び、 1939年には39万8000人、1959年には66万7000人、1979年には98万9000人、1989年には109万4400人と100万人を超えた。1980年代以降は伸び悩んでいるが、ロシアの多くの都市の人口が減少している21世紀に、 入っても火山の人口は微増している。火山市庁舎ボルガ川を使った水上交通、陸上交通の要衝としてタタールスタン共和国の経済の中心地である。機械工業、化学工業、石油化学工業、比較工業が盛んである。その他、建設、食品なども多い。火山の主な大企業には、台風、 タテナーゴ、カザノルシンテズ、トランステクサバス、バミンのようなロシアの500大企業に名を連ねる企業も多数ある。カザノルシンテズは、ロシアのポリエチレンの38%を生産する、他、化学製品、石油化学製品を製造する大工場を構える。カザン国立製粉所は1788年創立の古い企業である。 火山ヘリコプター工場は軍用などのヘリコプター多数を作ってきた。火山航空機製造合同は、つイナス二214旅客機、つまいなす160戦略爆撃機などを製造しているほか、つナス三百334旅客機、つイナス三330輸送機の製造を計画している。火山は歴史資産も多く、 商工業都市としてビジネス客も多数訪れる。2004年に34万5000人が火山を訪れたが2007年には80万人に増加した。火山クレムリンは毎年20万人以上の観光客が訪れる。こうした需要に応えるため40以上のホテルが市内にはある。火山旅客駅火山地下鉄合理キー駅かつて水運の中心だった。 ボラクーンガ火山市内のバス火山国際空港は、都心から 26km 離れた場所にあり、路線バスで結ばれている。タタールスタン航空のハブ空港であり、その他10以上の航空会社が乗り入れている。火山には他にも、火山ボリーソグレブスコエ飛行場があり、大きな航空機工場を併設している。火山の中央駅は、火山旅客駅で、都心に位置している。 駅舎は1896年に建てられた赤レムガの建物で、北側に比較的新しい京上駅舎や通勤列車ターミナルなどの建物が並んでいる。市の北部には第2のターミナル駅があるが、都市間列車が一便運行されているのみで、再開発計画は凍結されている。火山は長距離列車で、虹にノブゴロド、モスクはウリアノフスク、ヨシカルオラ、 エカテリンブルクと結ばれている。2020年までに、モスクワへの高速鉄道敷設計画があり、中国の国有企業である、中鉄二院工程集団が受注した。川沿いの船舶ターミナルには、ボルガ川沿いの都市を結ぶ船便や通勤用のフェリーなどが発着する。水中浴船が、ボルガ川沿いを結び、冬季には、ホバークラフトも運行される。バスターミナルは、 デブヤテバ通りに位置し、タタールスタン各地やウファ、サマーラ、トリアッチ、ウリアノフスクなどへの定期バスが発着している。高速道路や国道は、サマーラ、オレンブルク、ウファ、チェボクサルや、タタールスタン国内のナーベレジヌイエチェルヌイ、アリメチエフスク、ブグリマ、シストポリ、ゼレノドリスクなどを結ぶ。火山下側には5つの橋がかかっており、ボルガ川の対岸とを結ぶ。 長大橋も一つある。火山地下鉄は一路線のみであり、2005年8月27日に開業した。その後、延伸開業しており、1 6 8トル11駅となった。火山市電は1899年に開業した。路線数は8つあり、総延長は1 8 7トルに達する。 1948年に開業したトロリーバスは10路線3 5 0トルを結ぶ。また市内バスは91路線あり、2007年に大きな改革を行った。車両はすべて赤色で、ロシア製だけでなく、日本製のバスも走る。市内バスの運賃は均一で、車内で車掌が切符を発行している。火山国立大学火山には、 他の都市の大学の分校も含めて55の高等教育機関がある。また49の音楽学校、10の美術学校、43のスポーツ学校もある。1804年に創立された火山大学では、トルストイや、ニコライ・ロバチェフスキー、レーニンも学んでいる。ロバチェフスキーによる非ユークリッド機科学の研究、カール・クラウスによる、 ルテニウム発見、アレクサンドル・ブートレロフによる科学構造の概念の提唱、イエフゲニー・ザボイスキーによる電子スピン共鳴研究などの結出した業績がここで生まれた。14の学部、4つの研究所、2都市に分校も構え、1万6000人の学生が学んでいる。火山国立工科大学はロシア有数の大きさの教育機関で、 1890年に科学、技術などを学ぶ、中等学校として開校した、タタールスタニア・ロシアにおける技術教育の先駆けとなった学校である。2万7千人以上の学生が11の学部で学ぶ。火山国立技術大学は1932年に開校した。航空工学、ロケット工学、エンジン製造、計算機科学などの分野ではロシアを代表する。 大学の一つ。その他には、火山医科大学、火山金融経済大学、火山エネルギー工学大学など多くの優秀な大学が集まる。火山にはロシア科学アカデミー参加の研究所が5つある。他、1991年にタタールスタン科学アカデミーが創設された。研究所が集まる一大科学都市でもある。プロサッカークラブの FC ルビン火山。 女子バレーボールクラブのディナモ、火山、男子バレーボールクラブのゼニと火山が本拠を置く。FC ルビン火山は2000年代に入って躍進し、2008年と2009年のロシアサッカープレミアリーグを連覇するに至った。男子バスケットボールクラブのウニクス火山はヨーロッパの競合チームであり、アイスホッケークラブの HC アク、バルス火山は2009年と2010年に、 ガガーリンカップに連覇を達成した。火山は2013年の夏季ユニバーシアードに立候補し、開催権を勝ち取ったほか、2015年には世界水泳選手権が行われた。市内の競技場は、セントラルスタジアム、火山アリーナ、バスケットセンター、バレーボールセンター、タトネフチアリーナなど、2018FIFA フフワールドカップの開催都市の一つとなり、 ロシアサッカープレミアリーグに所属する FC ルビン火山の本拠地火山アリーナが会場として使用された。さらに日本代表のキャンプ地になった。市内には美しいクレムリである火山クレムリンがあり、2000年には世界遺産に登録された。クレムリ内部には5つのドームをいただく生新所、福音聖堂、建設時期が謎に包まれたスユユンビケ島などがあり、 死のランドマークとなっている。火山クレムリのうちのブラゴベシェンスキー制度をまた、クレムリを取り囲む塔や城壁は16世紀から17世紀に、ロシア人が再建し、後に修復をされたものである。クレムリ内部にそびえるクルイコールシャーモスクは1552年の火山陥落時に破壊され、21世紀になって、再建された。 16世紀の美しい修道院建築であった旧聖主修道院はボリシェビキ政府によって破壊されたがその名残であるスパースカ野党は今も白く美しい姿を残す。1843年から1853年にかけて建てられたコンスタンチントーン設計の火山県知事工程は現在も タタールスタン共和国大統領官邸として使用されている。クレムリの近隣には、ペトロパブロフスキー大聖堂がカウイ・ナクミ通りにあり、マルカニモスクがカヤム・ナシリ通りに立つ。火山の中心街火山の古くからの中心部は、ボルガ川に並行して南北に長く伸びる、カバンコと、その北を火山下側まで伸びる、ボラク運河によって二つの地区に分かれている。 カザンスキー・ボサドは、ボラク・ウンガの東の丘の上にある都市で、古くから、ロシア人街であった。スタロ・タタールスカやスロボダは、ボラク・ウンガとボルガ川に挟まれた地区で、タタール人が住まわされていた集落である。ナーラ、ソール・タン、ボーネ、アパネ、アサム、マルカーニ、イスック・タシーズ、ゼット・グラム・アールなどのモスクが古い、タタール人地区に立つ。ロシア人地区には、 ブラゴベシチェンスカや聖堂、バルバリンスカや聖堂、ニコルスカや聖堂、チフビンスカや聖堂などのロシア正教の聖堂が立つ。カバンコは、火山市街の憩いの場で、伝説では1552年の火山陥落の際に、タタール人の貴人や裕福な商人らが貴重な、金銀財宝を、ロシア人に渡すまいと投げ入れた場所とされる。1990年代初頭。 火山中心街の大半は2階建ての木造建築で埋められていた。これらは火山の伝統的な街並みの要素であったが住民にとっては住みづらく、タタールスタン共和国の老朽住宅一層計画で、ほとんどが取り壊され住民は郊外のアパート地区などへ移動させられた。この計画により、引っ越しをした住民は10万人近くに上る。歴史的な焦点や、 邸宅の一部は、ホテルとなり、現在に残っている。右は、火山火川砂岩の火山クレムリン、左は、火山火川ガ岩の新市街中央のピラミッド状の建物は1552年の、火山包囲戦時のロシア軍戦没者を記念する、記念碑火山火川ガ岩の新市街火山の内閣、ビル火山のペトロ・パブロフスキー大聖堂また、 トルコとイランの領事館が市内にある。ありがとうございます。